どうもー、ジョジョ TV でーす。メガモラさん、見てるー。本日はですね、僕の得意分野というか、一品一品紹介をしたいと思います。よいしょ。以前、そのツイッターの方で絡ましていただいた猫丸さんなんですけど、今、改名して、虎猫丸さんになってます。前々からね、いろいろ商品チェックしてて、今回はもうすごい商品を出品されてたので、購入しました。そのフィギュアこちらなんですよ。はい、皆さんこちら覚えてます？セブンイレブンで発売していた、シバヌジドラゴンボールアルティメイトバリエーション。これね、ラストワンショーのシェンロンなんですけど、一時期ね、これが出た時にすごい騒がれてましたよね。みんなラストワンのこのシェンロンが欲しくて、最後まで引くという。はい。で、まあフィギュア自体がこれなんですよ。こんな感じで。出来がもういいよね。これだけでも。もう造形がいいんで、視聴者さんならわかると思うんですけど、これをゲットしたら、もう次の僕の欲しいものって言ったら、リペイント品なんですよ。フィギュアの造形がいいってなると、これのリペイント品も欲しくなるんですよ、コレクターなんで。で、それで見かけたのが猫丸さんの二次元色のシェンロンになります。なんで本日はね、猫丸さんのシェンロンの二次元色を開封して、まあ、間近で見ていきたいと思います。早速ね、開封して見ていきたいと思います。中を開けていきたいと思います。はい、オープン。あいや、綺麗にされてるね。猫丸さん、ありがとう。開けますよ。じゃあ開けまーす。ちゃんとブリスターに入って、じゃあ行くよ。ティリリーティリリーティ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 ー。もう全然違いますね。違う？早く開けてほしい。見て、向かって、これが左って書いてます。向かって左って書いてて、こっちは向かって右。猫村さんの愛情を感じる。で、しかもね、やっぱ字が綺麗、心が綺麗なんだよね。うん、間違いない。いくよ、しゃ、オープン。猫丸さんの扉。同じフィギュアですよ。どうですか？組み立てないといけないね。これつけます。このヒゲね、ヒゲもちょっとつけます。使って左、こっちか、お、はい、向かって右、よし、はい、完成です。おお、なんなのこれ。全然違う。雲も違うもんよ。本当だ。雲、これ真っ白がここすごい立体的になってるわけよ。近くで見てみようね。こちら真っ白だけど、こちら見てください。はい、グツグツ煮込まれてます。このね、竜のうねうねの色あるじゃないですか。これは普通の緑なんだけど、ここはね、影も入って明るい黄緑も使って、こう濃ゆいものも使って綺麗になってるわけですよ。はい、こうやってね、離れてみると一目瞭然。お腹の部分もこうビーって、これがね、リペイント前なんだけども、リペイント後はこうなっていると。はい、なんだろう、もう なんだよこれ。幼虫、カブトムシは幼虫だよね。うん、で、こう顔はこうね、顔がうわーって、これがリペイント後、これリペイント前。リペイント前もかっこいいけどね、リペイント前も全然かっこいいんだけども、リペイント後はこうなってると。影が入って、そしてこちらリペイントのこの角ね、角の木の色をしてるんだけれども、はい、こちらリペイントはこう100年経ったこの木みたいなっていうのと、あとやっぱ後ろね、後ろこうやって見ると、見てわかるよね、すぐ、ほら、あー、これの人見たらわかるわ、違いが。はー、いや、こうなってるわけですよ。ここのシェンロンがレベル1だったら、ここはもうレベル999みたいな、ね、たくさんの敵と戦ってきたみたいな、もう願い事を99個ぐらい叶えたんじゃない？そんなことなんもないさ。ここはほら、こんななってる、これ。じゃあね、もう少しぐるぐる近くで回転してね、ゆっくり見ていきたいと思います。よいしょ。
はい、ぐるぐる回転してね、見てもらいましたけれども、いかがだったでしょうか。毎度のことを言ってるんだけど、生きてるよね。なんかリペイント品を描くことによってフィギュアがさらに生きる。本当にもう生きてるもん、これ。二次元色というか、生きてる色だよね。隅々まで細かくやられてて、よく見たらね、これヒゲも実はリペイントされてるんですよ。もう本当に見えるか見えないかのところで、ヒゲの方もリペイントしてるんで、いや本当隅々まで凝っているフィギュアだなと思いました。トラネコ丸さん、いつもありがとうございます。またね、ちょくちょくチェックして欲しいものがあったらまた購入させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、はい、以上です。ジョジョ TV でした。ありがとう。バイバーイ。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.